はい、こんにちは。今日は久しぶりに CBS でちょっと自慢できる節約をしました。これ隣に映っている茶色い物体は犬です。今日10月2日に切れてしまうクーポンで、1品だけ 30% オフになるっていうものがあったんですね。で、今日切れてしまう前に買い物に行ってきて、ファーストエイドキットの中になくなってしまったガーゼを買ってきました。で、15ドルのものだったので、まあ、約5ドルオフになり、今回すごかったのはですね、そこにこのエクストラバックスっていう次回のお買い物で使える3ドルと1ドルと2ドル46のこれがくっついてきたということです。すぐに計算できない、3、4、6ドル46、ということで15ドルのものを買って5ドルオフでプラス6ドル46、まあ、次帰ってくるので実際には4ドルぐらいしか払っていないというお買い物になりました。以上です。